こんにちは。今治市ディープ観光の2回目の動画でございます。今治城を素通りいたしまして、これから西日本最大の、不法居住地域に、向かいたいと思います。今治市のスラムとかね、バラックとかいうそんな表現でね、検索する人も多いと思うんですけれども、今現在のね、状況がどうなっているのか、この目で確かめてみたいと思っております。前回の動画ではね、ここ今治銀座商店街を探訪いたしました。そして今、今治城をちらりと見ながら、総社川を目指します。この大きな川ですね。この川沿い、堤防の上にですね、約2キロにわたって本来住んではいけないところに居住している人たちがいらっしゃいましてですね、その現状を見てみようと、集落の様子を見てみようと思っております。今回の動画ではこの総社川の右岸を歩きます。ここに神社がありますね。この総社川沿いのですね、集落なんですけれども、本当はですね、これ次回の動画でご覧いただくんですが、左岸上にですね、顕著な堤防状の集落があります。今回は右岸を歩きます。上流に向かって歩いていきますね。途中この辺りで JR の線路を越えてどんどん進んできまして、下流から2キロほど歩いた地点で川を渡ってですね、総社川の左岸の方に行きます。左岸は次の動画ですね。次回の動画でご覧いただきます。さて、今治城から総社川の河口付近にやってまいりました。河口から2番目にかかっている橋を渡ります。向こう側が河口ですね。こちら側が上流側ですね。割合と水深が浅いんですね。河口付近ではね、鳥さんたちが羽を休めておりました。案外水もきれいです。さて、右岸側に歩いてやってきました。これが総社川なわけなんですけれども、その総社川に支流が流れ込んでおりまして、この左側に見える川ですね、早くもなんか川にせり出した家屋が見えてきましたね。この支流沿いにですね、廃屋とかね、ずらりと並んでいる光景を見ることができます。大きな松の木も見えますね。ここが海の近くであることをなんとなく知らしめてくれる、植物の様子ですね。なんとなく風流に見えるんですけれども、実際にこの右岸側にこう降りてみるとですね、早くも廃屋が姿を現しました。堤防の直下ですね、この家はね。こういうところに家を放置してしまうんですね。で、先ほど川にせり出していた家屋はこの右側に見える、工場の物件のようですね。工場兼住居だと思うんですけれども、ここも人が住んでる形跡がそろそろないのかな。で、さらにその隣の物件はもう完全に廃屋ですね。こんな状況で上からね、建築物が落下してくるんで、それをなんか揃えて家の方に立てかけてありますね。こ
この川と総社川の間に、まあ、狭小住宅がたくさん並んでまして、そこの多くが廃屋になっている状況ですね。今、向こう側に見えてきましたけれども、ちょっと一旦渡って、これですね、渡って松の木の間から水面にせり出した物件を見て、これから上流部に向かうということですね。しかしこの狭いところに家をねよく建てましたよね。この左側に見えてる物件、ただしもうすでに人が住んでいる形跡はないですね。ものすごい狭いですねこれね。ちなみにこの立地がですね、許される状況なのかどうかは、この場所はちょっと私にも分かりませんでした。少し中を見てみます。もう扉も取れちゃってますよね。完全に巨大なゴミと化してますね。玄関に入るには川をねまたがなきゃいけないってことでね、なかなか土地利用としてはね使いづらい、暮らしにくいんだろうなと思いますね。でこの先にもね住宅が並んでるんですけれども、おそらくここはですね、この先は、不法居住じゃなくて所有権が認められているんじゃないかなというふうに推測してます。建て直されたねこういうビルもあるんですけど、このビルに入るにもね川を渡んなきゃいけないっていうね。ここもすごいトタン張りの古い物件ですね。廃屋に見えるんですけれども、一人住民の方がいらっしゃいました。出入りするところをね見ていたんですけれども、住んでいる方もいらっしゃいますね。まあ、住めば都って言いますかね。僕なんかでも全然暮らせちゃいますね。一旦入っちゃえばね。希望して引っ越すってことはないですけれども。で、ここは更地になってますね。こういうふうにちゃんと家をね、撤去してくれればいいんですけれども、放置されると、非常に困ったことになりますよね。家を解体した跡地ですね、これね。お風呂場のタイルがね、非常に印象的ですね。コンクリート剥がすのは厄介なんで、ここだけ残してっちゃったんでしょうね。またまた廃屋ですかね。とにかく廃屋が多い。廃屋マニアの方が喜ぶようなストリートになってますね。どんどん上流側に歩いていきます。そろそろ堤防上に上がりたいんですけれども、上がる道がなくて、歩きながらどこかいいところは抜け道はないかなというふうに探しているところです。この辺りの右側に見える家屋はですね、ちょっと一段高くなってますよね。高くなってるってことは、これだから家の前のスロープが結構急な坂になってますね。しかも手すりとかないですからね、酔っ払ったら川にドボンって行きそうで怖いですね。はい、どんどんとさらに上流に歩いていきます。やっぱり全体的に古い家が多いですよね。これはだから建て替えとかが認められてるのか微妙ですよね。この向こう側は
珍しく立派な鉄筋コンクリート造りの家ですね。ピロティ方式、ちょっと地震に弱そうな感じがしなくもないですけれど、そして鉄筋コンクリート造りの物件の隣に売却中の看板が出てますね。ということはこれ適正に取引できるということですので、この部分、今まで見てきた部分のおそらく大半は不法居住地域ではないということですね。ただこれ売り物件ってね、買う人いるのかな。だいたい立地がですね、総社川という大きな川と、そして家の目の前に細い川が流れてて、これがあのね、川に挟まれてるっていうのは、あの水害を考えるとね、ちょっと怖くてね、もともと住んでる方であればいいんですけれども、新しくわざわざここに入ろうという気持ちにはならないですよね。だから売却は非常に困難を極めると思いますね。みかんがたわわに実ってますね。あ、ここからあの堤防の上に渡れますね。ようやく抜け道を見つけまして、堤防に上がってまいります。あー、フェンスが見えますね。はあ、はあははあ、これが総社川の堤防ですね。あ、なるほど、堤防の上に家屋が建ってますね。うんうん、これですね。河川を管理する愛媛県と今治市ですか、両者が看板を立ててますね。この堤防の上に勝手に家屋を建てないようにと。そして立ち退いたところにフェンスを設けて、これ以上勝手なことをさせないようにですね、立ち入れないようにしているわけですね。ですから今見えているところは、ここがまさに不法居住地域ということになりますね。右岸側の堤防ですね、総社川の。あの人がね、住んでいらっしゃいますね、この辺り。あー、なるほど、こうなってるんですね。人が住んでる。あのどういう由来でね、こういうところに住み始めたのかはね、ちょっとわからないんですよね。まあ、あのわからないというか、まあ、向こう側は左岸ですね。これ次の動画で向こう側の堤防の上を歩きます。まあ、経緯も何もないんですよね。あのだいたいこういう不法居住地域って、あの戦後の混乱期とかね、住むところがない人たちがもう仕方なく暮らし始めたっていう場所が多いので、そういう意味ではね、もうあのその時期にはその頃っていうのかな、やむを得ないことだったんだと思うんですよね。ただしあれからもう何十年ですかね、その混乱から、令和の世の中になってね、おそらくその間にきちんとした場所に転居するチャンスというかタイミングっていうのはあったとは思うんですよね。そのまま暮らし続けてしまうと、もう本当にね、どうにもならん状態になりますよね。まあ、堤防の上に家を建てて、まあ、車もあって、まあ、これ固定資産税とかどのぐらいするんでしょうね。あ、これコンクリート造りのすごい立派な家が、豪邸がここにありますね。これは建てちゃっていいんですかね。これ企業のなんかの倉庫あるいは工場なんですかね。それと続いてる豪邸ですね。いやー、いいのかなあれ。これはね、壊すに壊せないですよね。今見えてきたのは、これは神社ですね。まあ、宗教法人は立ち退きを求められないということでしょうかね。納得できない人たちもいるのかもしれませんけれども、まあ、それはそれで仕方がない。この神社は祇園神社と言いますね。割合と立派な社殿がありまして、びっくりしました。Thank you.
ここに獅子舞発祥の地の石碑がありますね。何をもって発祥というのかはわからないんですけれども、この神社が獅子舞発祥の地というのはちょっと私も初めて聞きました。さて、神社を後にしまして、さらに堤防の上を上流部に向かって歩いていきます。こういった神社もね、堤防の上の人々に昔から愛されてきたのかもしれませんよね。右岸の堤防から向こう岸を眺めます。このように、これはもう完全に堤防の内側ですね。家屋があるのが見て取れますね。ここら辺はね、次回の動画で、ご紹介しようと思います。向こうの方がね、ディープなんですよ。今歩いてる右岸側の方が、歩きやすいですね。で、この右岸側にですね、ここにコリアタウンっていう韓国料理屋さんがあるんですよね。この位置に立てていいのかどうかわかんないんですけれども、コリアタウンそのものズバリの名称で、お店をやってるんですね。ここにも台所の跡ですかね、これね。昔ここに家屋があった痕跡ですね。さらに歩いてまいります。年寄りの方が堤防の上で畑を耕しておりました。向こうに見えるのは JR 予讃線の線路ですね。ここに来てようやく右岸側にもですね、堤防の内側に集落が。そしてその集落を重ねるようにして特急列車が過ぎ去っていきました。うわ、こんな感じですね。完全に堤防より川側にせり出した集落群になりますね。向こう岸から眺めるとこんな感じになります。堤防の内側に家屋があるのがよくわかりますね。では、この家屋のある辺りを歩いてみたいと思います。多いですね。ここはですね、右岸堤防上では最もディープに感じるスポットですね。全体的に右岸堤防上はですね、開けた感じのところが多いんですが、ここだけちょっと緊張しました、通り抜けるのにね。ただし、これ両側ともね、廃屋ですね。もうすでに人が住んでいる形跡がなさそうです。ちょっと不気味なんですけれども、でも人が住んでいないので、そういう意味で多少は安心感がありますね。人がいる方がね、緊張するんですよ。いやー、すごいところですね。そしてこの線路の下をくぐりましてですね、これ夜はね、来たくないですね。怖いですよ、はっきり言って。街灯もないですし、真っ暗だと思いますね。しかもこれね、すごい、列車の騒音がね、響き渡るんですよね。ですから、廃屋に人が住んでいた時はね、さぞ騒音のすごい場所だったんじゃないかと思いますね。で、線路をくぐって、また堤防の上に出てきまして、柵が両側にありますね。両側にあるってことは両側に家屋が並んでたという証拠ですね。この左側は今も住んで、そしてね、この先にですね、ちょっとね、一瞬堤防から降りました、私。ちょっとね、怖い人がですね、私を
南つけておりまして、一瞬ひるんで堤防の上から逃げました。時間を置いて堤防の上に戻ってきました。この左側は人が住んでる形跡はないですね。やっぱね、怖いですね、ここね。両サイドは家屋があった跡地ですね。ここに家があった時はさぞすごい眺めだったでしょうね。少し堤防から降りて、堤防に密着して立っていた、いや立っているですね、廃屋を見ています。多分人、いやこれ人住んでますね。これすだれがかかってるもんね。住環境的にはね、決して良くないところなので、まあ暮らすのそれなりに大変だろうなとは思いますね。近くにコンビニもスーパーも全然ありませんしね。この左側の家は比較的新しいのかな。ここは建てていいのかな。右奥に再び堤防内部にかかる物件が見えてきましたね。しかしこういう物件は上下水道とかどうなってるんですかね。非常に気になりますね。昔この家屋がずらりと並んでた時は少なくとも下水なんかは川に流してたんでしょうね。今はね、この総社川、先ほど水面を見ていただいた通り非常に綺麗な川なんですけれども、昔は垂れ流しだったんだろうな。さすがに今は下水あるのかな、汲み取り式なのかな、ちょっとわからないですけれども、まあ、この左側の物件 もまさに堤防の上に立ってますね。あ、先ほどの堤防の内部の物件ですね。今見た物件こんな感じで立ってます。ということで、ここから総社川の左岸に渡ってよりディープな一角に足を踏み入れたいと思います。なかなかね、緊張します。その様子は次回の動画でご覧いただきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。